こんにちは、倉田乃です。はい、今回はですね、もう結構前ぐらいから私コスメの筆が欲しいってずっと言ってて、コスメの収納の動画の時にも紹介してたんですけど、この可愛いねケースをフランフランで購入したので、これにコスメの筆を入れたいっていうのを言ってたので、やっと買ってこれました。で、今回は全てニックスで買ってきました。本当にたくさん買ってきました。筆以外のものもあるので、そっちの方も紹介できたらいいなと思ってるんですけど、原宿の方に行くことがなくて、全然ちょうど撮影場がここのめちゃめちゃ近くで、あ、じゃあちょっと帰りこれだけ買いに寄ろうかなと思って買ってきました。筆自体は全部で8本あります。こんな感じで同じものとかもあるんですけど、紹介していきたいと思います。ニックス自体がなくなっちゃうじゃないですか、もう9月くらいに。はい、まず1つ目はこんな感じですね。はい、これが、わっ、初めて触った。普通に筆はこういう風に刺さってるんだけど、時期的にも触りたくないというか、触らない方がいいかなって思ったので触ってこなかったんですけど、めっちゃいい筆感、神だねこれ。そう、でも C ゾーンとかこう常に全部使うんじゃなくて、こう掴んだ状態で私使いたいので、結構ふわふわでびっくりしてる。もうちょっと固めなでしっかりしてるのかなと思ったら、全然もうふわふわ。ケースがあるのがすごいありがたいんだよね。筆の部分はこっち向いちゃったりとか、こうコスメとかさばってっていうのがすごい嫌なので、ケースあるのありがたいよね。次が中くらいだね。これが同じくリキッドハイライトブラシの HHSB の06番。これは固め、さっきと比べたらしっかりしてる。これ両方ハイライトで、こっちがリキッドって書いてあって、こっちが普通の多分ハイライト。全然これリキッドのハイライトじゃなくても使えると思うので、個人的にはこっちの方が使いやすいと思います。これはね、柔らかすぎちゃってふにゃーんってなるから使いづらい。だから私多分ハイライトって言ったらこっちで使うかもしれないな。うん、こっちの方がしっかりしてるし、遊びがないのであんまり。こんな感じ。そう、だからハイライトで筆欲しいなとか悩んでる人はこれを使えば絶対間違いないと思う。こっちはプラザで購入した時の仕上げに塗るやつっていうのを紹介したと思うんだけど、それをで使おうかなと思ってます。結構ね、ぶわーっとふわふわしてるし持ちやすい。これすごく、この持ち手がこんな感じになってるのですごい持ちやすいです。こんな感じです。これはね、フェイス&ボディのブラシ PROB の39番です。これはすごい使いやすいね。固め、どちらかといえば少し筆自体は柔らかいんだけど、この芯の部分がしっかりしてるから、こう遊びがあんまりないのですごいいいと思います。ここだけでも使えるし、ここ全体でも使えるし、こうおーってしたところにも使えるし、全体的に使いやすい。そうで、これはフェイスラインの部分とか絶対ブラシ使うしと思って、2本買ってきました。100均のやつをもともと使ってたんだけど、やっぱり100均のと比べるとこっちの方がいいね。100均だとね、ちょっとね痛いんだよね。慣れかもしれないけど、慣れか使いすぎかのどっちかなんだけど、これがね、ケースがないのよ。これはファンブラシの PROB の06番です。これは私何に使おうと思って買ったんだろう。クッションファンデに変えたじゃないですか、ちょっと前に。で、仕上げで MAC のパウダーを上に乗せてるので、それも今までスポンジでしっかり乗せてたんだけど、それだとクッションファンデでファンデしてるのに、またその上からしっかりファンデしてる感があって嫌だったので、こう大きめのねブラシ使ってグワーって取ってババババババっていう感じの、ただただちょっとオフ感で使いたいなって思ってたので、まあ、そういうのにも使えるかなと思います。形的にも結構まあバリエーションもあるんじゃないかな。でもこれは気になったので2本買いしました。これはマルチパーパスのバフィングブラシ PROB の03番です。これから先メイクのやり方が多分一定ってことはないと思うから、リキッドのファンで使うこともあると思うしとか、いろいろ考えた時に、まあこういうのが1本あって困ることはないなと思ったので購入しました。で、ラストがね、これ1本しか置いてなかったんだけど、私はもっと欲しかったの。アイシャドウとかもブラシで結構塗ると思うんだけど、私どちらかといえばチップで塗る方がすごい好きで、デュアルシリコンのアプリケーター PROB の36番です。
これね、もうちょっと欲しかったんだよね。だけど仕方ないよね。もうアイシャドウは絶対ブラシじゃなくてチップ派の人間ですね、私は。ブラシはこんな感じ、全部で種類的には6種類。筆の中の1番だったら絶対的に私はこのフェイスのやつかな。で、次がこれ。ハイライト系で使うならこのやつがいいと思うな。これとこれはあっても絶対困らないと思うし、まあ、タンプレとかでもらっても全然嬉しい。これをこういうとこに入れて置いておきたいと思います。あとこれ、ブラシの洗うやつ。じゃーん、こんな感じで。オンザスポットブラシクレンジングパッド OSCP の01番。これは絶対筆を買うにあたって買わないといけないなと思って。でも私買うとき忘れてたの、この存在を。アイシャドウを買ってきました。これ結構、初心者の方はこれがあれば一発大丈夫だよみたいな感じで、よくミックスのところ店舗行くと書いてあるんですけど、ビューティーシャドウパレットの03番です。ここはね、結構ね、使える色味ばかりで、でしかも使いやすい色味ばっかだからいいなと思いました。私は多分ね、この辺愛用するね。ここ、あとこの辺も絶対使うね。うわ、絶対これ使わないやっていう色が絶対パレットの中に入ってると思うの。でもこれは結構使えるし、マットでもいけるし、ラメが入ってるものもあるから、ありだなと思って。ラストはこの2つ。これがメイクアップセッティングスプレーのマットの方です。 MSS の01番。これ最終終わった時に顔にふっかけるんだけど、そうだね、メイクの仕上げに顔から30センチほど離し、目を閉じて適量をまんべんなくスプレーして乾かしてくださいって書いてあるんだけど、これメイク崩れ防止で、もう一本の方がこのメイクアップセッティングスプレーのツヤの方、 MSS の02番ですね。こっちが01番、こっちが02番で、マットでツヤ、白の方がツヤです。あ、匂いとかは全然、なんか甘い匂いがしたりとかってそういうのもないので全然あり。うん、すごいね。はいはい、今度どっちか1日使ってみてっていう風に検証するのもありかなと思ってます。あ、マットの方はすごい、つけた時はまだあっていう感じだったんだけど、サラッサラになる。すごいサラサラ。なんか本当に乾燥とっていうか、なんかマット肌にすると私たまに崩れてパキパキパキみたいな感じになっちゃうんだけど、そういう感じなさそう。すごいサラッサラ、これつけると。明日からちょっと使ってみようかな。はい、こんな感じで今回はニックスのね、購入品をすべて紹介してみました。本当に最終の閉店くらいまでには、この2本試してみて、これが良ければもうちょっと買いだめしたいし、筆もね、使っていくうちに、あ、これいいなって思ったら、それ結構買いたいなって思ってたので、ね、で、原宿のところのね、店舗に行ってきたんだけど、普通のコスメは全然あったんだけど、筆類は全部って言っていいぐらい、もうないものは全くないし、あってもあと2本とか、ちょっと欲しいなとか気になるなと思ったら、ちょっと行ってみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。